まずは練習に向けて気持ちをしっかりと高めていく場所であり、また練習後はリラックスするための場なので、オンとオフの切り替えをする大切な場所だと思っています。まあ、選手同士で練習であった問題点とか、出来事とかいろんなことを話し合いながら、いろんなものを共有する場所でもあるので、個人的にはものすごくクラブハウスにおいて重要な場所なのかなと個人的に思ってますし、あとは自分自身のケアをするっていう意味でもセルフケアの場所において非常に重要な役割を果たしているのかなと思います。やはり僕自身そこを目指してたものとしてはものすごく憧れの場でもありましたし、ものすごくいい設備が整っているユースの選手が経験できないようないろんな設備があったので、ものすごく憧れを抱いていたっていう思いがあります。